今怒涛の勢いなんでここが勝負だと思う本当に超ローカルに行くか超グローバルに行くかしかなくて、うん、政治って関係ねえやって放置しとくと相当に世界に遅れを取るっていう、えー、皆様こんにちはままたまたさつきチャンネルです今日はですねまあ、YouTube や動画も,もう広くメディアクリエーター何でもやってらっしゃるんですがちょうど今週この「東大主義」という誰が読むんだろうこの黄色い本。 黄色いと言ってこれがね東大出版社が出してるんですよ最近東大振り切れてますねでそこにですね五ノ神前学長天井のない環境がこのぐらい小さくて片山さつき面白いと思うかが鍵が正面に出てるから私は真剣にこの本の売れ行きを危ぶんでいるんですが箕輪康介さんをお呼びしました、まあ、有名な方ですよ ヒット作クリエイターというかまあ厳等者自身がすごくてで健三さんはいろんな回で何回か、まあ、お見かけっていうかそのぐらいのクロスはあるんですけど、まあ、実際まだ30代の箕輪さんがバリバリやってるということで今この出版、はい、何が来てますか出版出版はもうやっぱ漫画じゃないですか「鬼滅の刃」とか「鬼滅の刃」のすごさは何ですか 僕も分かんないですねただ漫画があると、うん、ある出版社と漫画がない出版社はもう違う業種って言っていいぐらいもう違ってだから現と者一応コミックスあるんですけど、うん、そんな漫画が強いってわけじゃないんで、うん、あれですけど講談社とか過去最高収益とか記録したらしく<ー>ただ電子になって漫画をが強い出版社はめちゃめちゃ儲かってますね。で逆にこういううい活字はもう かなり辛いって感じです、ね、いやでもヒット作をこれだけレギュラーに出してる厳冬者が活字ものは辛いっていうのはなかなか私たちも辛いんですけど、はい、というのは私も実は「スーパーシティ」の方を書きましてアマゾンで政治家なのにビジネス書で1位取ったんですごい短期間で で今度は安倍総理に帯書いてもらうんですけどすごい,、えー、すごいまあそれもすごいんできっと帯の分でまた反響あると思うけど <laughs>、うん、それでも本って今1万2万売れればいい方で、うん、昔は私もいろんな本書いてるんですけどもうちょっといったんですけどそうです、ね、じゃあその分全部その電子書籍がでダウンロードでいけるのかっていうとそうでもないんじゃない,ぐいです、ねうん、だからいっいやその通り1万部売れる本は 100万部のは10万部ぐらいで、うん、まあホリエモンとかああいうネットの人が好きな人でも15パーぐらいで20パーはなかなかいかないですね電子で読む人は堀江さんもこの部屋来たことあるんですけど堀江さんは返しが早いですよねああ<ー>しょっちゅう売ってるからねフェフずっとスマホいじって、うん、ででもそれでも、うん、そのまあ就職先として紙媒体選んで、はい、で紙の今後の展望をどう見てる 紙に限らないですけどコンテンツってそのままコンテンツで、うんえー、例えばこれがいくらだ、えー、1500円で高いわ1500円これに払ってもらうっていうのは不可能なんですよね。もう<ー>コンテンツでお金を稼ぐっていうのはほぼほぼ無理で、うん、これで例えばこれが、まあ、1000人読むなら、うん、少ないかな、うん <laughs> まあ、とりあえず1000人読むならその1000人を。 この集客装置としてこの本を使ってなんなら無料でもいいぐらいの勢いでそのこれを読みたいと思う人を1000人集めることが大事ででその1000人を何かしらの手段でマネタイズするっていうだからお金にするのは本とかコンテンツの後っていうのがえっとこれからの時代のような気がしますそれめちゃ面白いけどどういうふうに運ぶんですかそれ例えば僕とかだったオンラインサロンっていうまあ有料の オンンライン上のコミュニティ、会員制の、うん、クローズドの会員コミュニティみたいなのがあって、うん、例えば僕の書いた本でも僕が編集した本でも、うん、なんか面白いなって共感するなって思ってくれたら、うん、そこからオンラインサロンに、えー、と入ってもらって、うん、で、月額5,000円とかで、うん、えと。月額5,000円で入ってくれるんだまあ、えー、とすごいと思います。そうです、あのキンンググコ の西野さん芸人の西野さんとかはあ、はい、日本最大のオンラインサロンでえっとあそこは1,000円ですけど7万人いるんですよだから7万人いるともう極端な話、うん、どこに行っても西野サロンの人がいるみたいな感じの影響力があって、うん、僕1,000人ぐらいですけど。うんあの まあそこでいろんなプロジェクトを回したりでそれで月額で入ってくると、うん、まあそれであのお金計算できるんでまたそこからいろんな面白いコンテンツは出せるみたいな感じはあります。だからコンテンツで、えー、と儲けよううと思うのはなかなかもう無理ですねで今面白いコンテンツって言いましたけどその面白いコンテンツを拾うイメージを持ちながらやっぱり人も集めていくんでしょうが、はい、面白いコンテンテツは今どの辺にあるんですか今僕がずっとやってたビジネス書はもう出せば、うん、まあ5万部は 最低でも言って10万とか50万とか売れてたんですけどずっとそれはすごいなそれもでもえっと一個一個のコンテンツがめちゃめちゃ面白くて売れてるっていうよりも、うん、もう流れを作ってったんですよねもうこのニューズピックスブックっていうの編集長やってたんですけどニュースピックスブック、うん、ニューズピックスブックのは買うっていう、うん、でその 流れを作るためにはやっぱ SNS で、うん、あの僕編集長として僕自身が自分の考えを出したり、うん、その本を書いてくれる著者の人と t w i t t e 上で絡みながらそのなんかもう漫才のような掛け合いを見せてって、うん、大きな,なんかそのなんですかその空気感を楽しんでもらって、うん、一個一個のコンテンツにお金を払うっていうよりも、うん、ニュースピックスブックが好きだっていうような。 えーとムード作りをしていくっていう、まあ、その辺は SNS をうまく使うって感じです。でそれがだん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 たまればなるっていう感じなのかなそうです積み重なっていくっていうのはあってだからそこを積み重ねるのは、うん、えと努力しなきゃいけなくてそう、ね、今までの本って出してそれが5万ブレオが、うん、その読んでくれた5万人はもう解散してたんですよ。うん、でまた同じ著者が2作目出してもまたゼロからのスタートみたいな。 いやだから私、実は2010年に参議院選挙で復帰したんですよ2009年に落選して、はい、でその時にその真実の議論っていうのを書いて、うん、でそれでツイッター討論っていうのをやるって言って実際やったんですけれどもうん、うん、まあその頃はあ今は25万人フォロワーいますけど当時はまだ何万人だったんだけどまだでもその当時の政治家としては何万人はめちゃ多くて。うんうん でそういうことでインタラクティブに本をきっかけに議論をしたいっていうことをままささにに言い出したんだけどそれはなかなかねものすごくね大変なことで。 それをちょっと聞いたら今似てる感が本はき台です本が結論なんじゃなくて賛否両論含め本を出してそこでツイッター上とかまあトークイベントとか YouTube とかでいろんなことを語ったり議論したりしてまあ本それで本が話題になってじゃあ読んでみようかってするっていう,うあくまでやっぱ入り口って感じですね。 だから閉じちゃって著者も SNS やってないわ、うん、本を出してそこで終わりだわっていうのだと、うん、村上春樹さんとかの圧倒的な作品は別ですけど、うん、基本的にはこの今の SNS 社会では埋もれちゃいますね出して終わりは。うんうん、だから誰よりも先にやってたんじゃないですかたやったんだけどその後政治家になってえまあ,あのフォローアップもしなくて。うん えー、次に書いた方が全然関係ない本だったうん、うん、ということだけどあのスーパーシティの場合は私が書いた本というよりは私が大臣時代に作った法律のコンセプトをうん、うん、まあそのうち全国でそういうものができるわけだけども、うんまあ、いろんな関係者はあのどんどん勝手に広げてってくれる過程なのでうん、うん、あのやりやすいかもしれません。先週も 前橋の市長の番組に出ましたけど youtube で、はい、まあこういうものがどんどん広がる過程でまあ本当に dx を使ってあなたの暮らしが確実に違うものになるとうん、うん、いうことを訴えることはできると思ってで紙媒体の場合はその時の技術水準で書くでしょ、はい、でそしたらそれはアジャイルにどんどん変化していくんですね、うん、でこのアジャイルっていうのをその坂村健さんが盛んに言ってどうも日本人ってそれが 得意じゃないののでそわが国には GAFA もバットもないのかなとうん、うん、TikTok でびっくりしたりビューティーフラスでびっくりしたりしてるけどあれを作れる技術って大したことなくて、うん、あんなものがあちこちにできる日本でも当たり前なのに、うん、実際にはできないですよねってうん、うん、その辺がどうも弱い気がするんですよ。そうっすね、えー なんかそもそも何のために作ってるかっていうのが違う気がしてうんなんか最初からグローバルを見,見ざるを得ない国と日本ってなんか中途半端にやっぱ国内を取ろうっていうのが一億2千万人いるからねそこ自信になっちゃうんでだからでしかも国民性もなんか独特で自分たちだけの言語を使ってたりってやっぱガラパゴス化しやすいとこではあったんですけどまあよくも悪くも国内だけでやっていくと。 ガーファみたいなのが国内だけでやってるっていうのも食い始めて食い始めてるだからそこの危機感っていうのは世界見ざるを得ないっていうのは一個あるとは思いますねだから本当に超ローカルに行くか超グローバルに行くかしかなくてその間がなくなってるっていう、うん、今まで中途半端に世界を狙えたらいいねっていうローカルサービスが多かったんですけどその真ん中は駆逐されやすいんでだからどっちかを狙うっていう方になってますよね いやだから今日も話したんだけど IT ベンチャーがそうは言ってもかなり出てきてると、まあ、昨日もその加賀市に行ってその加賀市の地方創生フェローっていうのはもう本当にアーキテクトになれそうな人がずらずら並んでてその JR 東日本から入っていったり。 そのまあソフトバンクから入っていったりいろんな人がいるんですけどもあのみんなそのオープンクラウド型的なシステムがどんどん出てくると、うん、日本中でたくさんのシステムがいるようになるとでここで突然菅政権が DX 社会を2025年度までに完成させると言ってしまったっってしまったんですよこれは言うのは簡単だけど大変なんですよ。あとこのぐらいいしかないんで、うん そこでみんながねそのネットの社会やあるいは箕輪さんの周りの人がどのぐらいのビジネススチャンスを見てますかね、うん、いやでも、えー、と僕あの起業家の本ばっか、うん、IT 起業家の本ばっか作ってるんで,でしょ周りはそういう人多いですけど、うん、菅政権になってからのスピード感と次々に、うん、えと犯行を中止するとかこう。 バッてアナウンス出すことは今まで考えられなかったぐらい僕らのやってる業界とか世代にとってはあのすごい追い風になってるからめちゃめちゃ評判はいいですよねスピード感それはいいんですよねだから。うん、今の若い人ってまあ 例えば箕輪さんから見れば菅総理はちょうどお父さんのそあこ息子さん3人でご長男が同じぐらいだと思いますよ。でそういう若い人のことも結構呼んで話聞きますしそうです、ね、あのブレーンの方のお食事リスト見てると私も昔から知っている方と非常に重なりは多いんですけど、うんまあ、みんなテンポよく話を聞いてくれるんでみんなハッピー。 いや早いんですよ話が僕も一回だけなんか勉強会みたいなのに、うん、あの参加させてもらったんですけど、うん、本当なんかそういうのってよくパフォーマンスっていうかとりあえず今目立ってる人呼んでやってる感を出すみたいなの多いんですけど菅、うん、さん本当実務的な具体的にどの法律変えたらどう便利になるのかみたいなのを聞いてくれてる感じでしたね。うんうん、そうですすね、うん、だから実務家としてすごい信頼 できるなっってて今は思ってますでもこれから多分やるにあたって具体的にめちゃめちゃ大変な現場のこととかあると思うんで、うん、それがどうなるか分かんないですけど。 今現在ははねアナウンス効果はすごいなと思いま,すまあでもトップのアナウンスメントって大きいし、うん、まあその安倍総理の間にやりたくてやりたくて安倍総理も本当もがいてこられたとうん、うん、でその苦しみも見てらして何ができてて何ができなかった何が残ってるって分かってるんでここ攻めてるんですようん、うん、であの私はあの内閣府の大臣だったんで官房長官とのお付き合いもないかったんだけど1年間あの規制改革の答申2回出しましてでその一つの眼目が。 そのオンライン診療とオンライン教育なんですね、うんうん、教育の方が美濃和さんのお仕事的には近いと思うんですよ、うんうん、教育っていうのは学校だけじゃなくてリカレントもあるし、はい、社内再教育もあるし、うんまあ、そういうビジネス持ってみんな自分をそのリシェイプしたいから買うんでしょうからここが見えてるようで見えてないんですが、うん、その教科書をつまり電子化した媒体は教科書と呼ばないとかそういうことを言うわけ。 意、うん、意味味わわかかりりまますすそういう、はい、なんか意味のないとんちみたいなのが多いなって僕はすごい思っててでもそこにあのいわゆる僕ら世代だったら当たり前の価値観を初めて持ってくれてるような「うん、ハンコいらなくね」とか「うん、紙いらなくね」とか、うん、僕ら世代が普通にツイートするようなことって、うん、ものすごい政治家の人とは 距離があってだから普通のことがあの語られないものが政治の世界だと思ってたら、うん、なんかその僕らの普通の感覚を言ってくれてるんで、うん、現状すすごい共感はありますよね、うん、実は結構ツイッターを、うん、あの事務所運営が多いけどもよく読んでらっしゃるかもね総理は。<ー> そうなんですね実はあの知らないけどそうかもいやでもツイッター読むのがあのよくも悪くもいろいろある場所ですけどツイッターを流し読むのが一番時代の空気感とかは分かるかもしれないですよね。それで私も SNS の中では、まあ、FB もいいんだけどあれは閉じちゃってるからこっちをやってて、まあ、インスタもいいんだけど言葉少なすぎでうん、うん、えこうなってるんですよね。 だあとやっぱりあのー、最近二十分番組ぐらいの YouTube を例の日本学術会議のところで流したら、はいうん、なんと十一万人でまだまだ伸びてるんであれなんかすごい再生言ってましたね。いっててホットトピックなんですね。それでそのそっちに、うん、そのそれをそのままコピーして見た人も含めは多分何十万人見てるからうん、うん、あだから二十五分番組でも見るんだわと。そうですね。 作っていくときに動画的なものはどういうものはそっちで流すんですか動画でえっと僕い僕 youtube あのー、最近休んでたんですけどやってた時は本当スナックみのわって言って2時間ぐらいグダグダ飲むっていうのやってましたね 逆にだから僕の場合はあの視聴数じゃなくて深さを取ろうと思ってあなるほど 2>, 2時間ずっと聞いてくれる人ってめちゃめちゃ濃いファンなんですよ。何ぐらいした最にえっと最盛期はでも数千人は行ってそれこそホリエモンと対談したスナック箕輪とかは、うん、チケット制にして、うん、えっとね200万ぐらいいったから2,000人ぐらいは来てたのかなで1万円 あ、違うか1,000円で200人かなんかでも200万ぐらい儲かったぐららいいったたの課金はいきましたねは<ー>だから要は僕はどっちかっていうと戦略は無料で見てくれる人ではなくて、うん、まあ有料でも見たいと思う人か、うん、まあ結構長い時間見てくれる人って方に振ってますじゃないとライバルがそれこそ YouTuber とかになっちゃうんで、うん、あれを目指そうと思うとある種時事問題に乗っかんなきゃいけなかったり過激なことをやんなかったり。うん やななきゃいけなかったり、うん、あの有名人とコラボしなきゃいけなかったり、うん、ある種 YouTube がこういう人の再生数は伸びるよっていう決めてるレールに乗らないといけないんでその,た<ー>その戦いをすることは僕は別にやる必要ないなと思って、まあ、アルゴリズムってあるじゃないですか。結構 ちょっとずつ変えるんですけど Google が設定してるアルゴリズムがあって今こういう動画が伸びやすいとか、うん、コラボすると伸びやすいとか、うん、結構そういうのがあるんですよ。うん、で YouTuber の人はやっぱそれをすごいデータを見て、うん、そこに合わせに行ってて、うん、だから僕別にそんなことやりたくないっていうのが僕個人としてあるんで、うん、だからお金払ってくれる人か長時間ダラダラとでも見てくれる濃いファンかっていうのに あの当ててますねだから戦略どう持っていくかっていうのはあると思いますただ視聴登録者数と視聴者数だけ目指すと、うん、メントスコーラやってるような過激の YouTuber との勝負になるんでああいう刺激物と勝負するって相当 <laughs> 要はなんか例えばバズったニュースがあったらそこで慌てて撮影して、うん、今すぐ答えてみたいなやんなきゃいけなくてなんか。 自由を売りにしているユーチューバーのくせになんかサラリーマンみたいなもんだなと思って。なるほどね。だからあんまそこはただユーチューブっていうプラットフォームを利用して、うん、あの自分のやりたいことをやるって方に僕は言ってますけどね。うん。まあでもそこはやはりミノワさんの語ることをこれはビジネスのある意味競争みたいなのがあるからできることだからその路線なんだけども、うん、まあユーチューバーまあ日本でも世界でもいろいろあると。うん 私、ヒカキンさんの自分のお誕生日っていうのを見たんですよ、ヒカキンちゃんお誕生日って。で、あのご自分のマンションで取っててね、なんかその、お寿司のパッケージを買って食べてるんですよ、だから、あのまああの年代の男性が、まあお家でマンションで一人で、これ、お誕生日分なんかなと思うんですけど、それでデザートがね、いちごがいっぱいのったパンで、ケーキじゃないの、パンなの。でそそれれもすごい一緒に食べててを 私も一生懸命我慢して分見たたんだけど面白かかったですかいや申し訳ないけど、うん、あの可愛い,いなと思いましたけど、うん、これでどうなのっていうそうですだから<ー>あの YouTube って純粋に面白いっていうよりもやっぱアルゴリズムなんで登録者数が多い人は強いしあとなんか強い人要はメントスコーラが流行るとメントスコーラ をやってる人の関連動画にメントスコーラをやってる人が出るんですよ。うん、だからみんなスライム作り出したらみんなスライム作るし、うん、だからある一定のルールがあるんで、うん、なんか面白いかどうかじゃないですよね。うん、だからあんまそれって無意味だなと僕は思って、うん、<の>いやユーチューバーさんもなんかその共演いかがですかみたな話もあるんだけども、うん、もちろんおとなしそうな人なんだけど。うん 関心あるのはそのユーチューバーさんも初めはゼロから始めてて、うん、どうやってそこに行ったのかっていうところは関心はありますけどね、うん、そうですねまあだ、えー、から先行者利益で早いっていうのと早い早いはもうヒカキンさんはもう本当一番早いっていう早いもう誰よりも早かったぐらいですよね。<ー>であとはもう最近はもう既存のファンを持っている芸能人が来てもうそも,そもそも最初の段階手越くんとかも。 最初の段階で何十万人とか100万人とか行って、うん、あとそこからは徹底的なコラボっすよね、うん、コラボするとあの要は、you、Google 的に望んでるのはできるだけあの YouTube っていうプラットフォームに、うん、視聴者がい続けてほしいんですよ。だからこの動画が今面白いって、うん、データが判断 AI が判断したものをあの おすすめ動画とかプッシュするんですよ、うん、だからコラボすると両方のチャンネルで同じようなことしてたりするとそれはプッシュするし、うん、みんながメントスコーラやってたらメントスコーラって面白いんだって Google が判断してそれはプッシュするしっていうのでうん、うん、だからコラボしたり今流行ってるもの例えば今格闘家が街のヤンキーと喧嘩するとかみんなやってるんですよ、うん、格闘家が普通の素人と喧嘩するんですか,しなんかやばくないですかそれ悪,悪そうなやつを に声かけて君、うん、あの喧嘩自信あんだったら僕と喧嘩しないって言うっていうのを格闘家がユーチューバーになるとほぼみんなやるんですよ。でそれなんで伸びるかっていうしょう。<laughs> で見たいじゃないですか、はい、刺激的コンテンツだしまあまあ場合によってはね。うん、でただコンテンツが面白いってだけじゃなくてみんながやるから実質コラボしてるみたいなもんなって。 あこれって今みんなが求めてるコンテンツなんだって自動的に判断してそれをおすすめ動画とかにあげるんですよ、うん、そうするともともと興味なかった人もあこれが最近再生されてんだって行くみたいな、うんうん、だからこういろんな Google が求めてるアルゴリズムがあってそこにうまく乗っていくっていうのが最近の戦略ですよね、まあ、Google 検索だけじゃなくて同じ検索システムの小さい Yahoo! とかでもやっぱり同じように反応するんですかね その検索と、まあ、YouTube は YouTube で別で検索とはまた別だとは思うんですけどー、はいうん、YouTube はも,うものすごいそこのアルゴリズムが心地いいからずっといちゃうっていういや我々が YouTube を開いた時にずっといちゃう設計ができてるんですよ、うん、次この動画見よう次この動画見よう次この動画見ようって永遠に思い続けられるようなルールを作ってるっていう、うん、だから逆に配信者はそのルールを逆手に取って。うん あの配信するる内容を決めるっていう、うん、そこのやり合いにはなってる気がしますけど、うん、なんかでも片山さんの場合それをうまくハックしてやるってよりも、うん、なんかもその今聞きたいって思ってるようなことを、うんえっと、それこそ長い尺でもいいんで、うん、やっぱり言ってくってで登録者数がまあ多い方がいいかもしれないですけど、うん、そのなんかコラボして増えた登録者数よりは、うん、やっぱり かんあのそういう政治的なこととかこれからの,あの政策とかに関心がある人がいるっていうのでいいような気がしますけどね、うん、まあそれで、まあ、できるだけ若い人とかも、うん、まあ相手起業家とかそう,そういう人と絡んで、えー、と増やしていくっていうのがいいと思います。なんか 過激 YouTuber となんか激辛対決とかして若い人増えてもあんま意味ない若い人じゃないですか。まあ完全にかに激辛対決は <laughs> うんどうかなって感じですよね。それで100万目指すなら意味、うん、影響力って意味で意味あると思うんですけど、うん、そうじゃないならやっぱり、えっと、そういうことに関心がある人を登録者にした方がいいんで、うん、まあ今だと本当と若い IT 企業家とかで、うん、もしあなたが。 政治家になったらどういう政策を打つかみたいな話をしてたら、うん、まあ僕のビジネスを買うような層は見たいなと思うと思います、うん、それはねもう本当に来週から目白押しなんですよあじゃあちょうどいいすごいんじゃない,ちょうどい,いんですか最初にミノワさんが来てくれたからそうしたらもうかなりですよあのもうあれです、うん、将棋倒し的に来ますあ本当にもうすでに僕の耳に入ってきてます 片山さんから連絡来たっていう友達とか、<ん>前田祐二とか。そうで、そう。で,そうで、いい人だったら、あの、なんか、二人で会うの恥ずかしいとか言うから、<ー> <laughs> んなさ,いさんも行ってほしいとか言って,てだからいい人だったらじゃあ3人で会いましょうとか言ってああ会いましょう会いましょう <laughs> でぜひ。前田裕二とか出たらもう相当もう彼は人気者なんででもぜひ来てもらうと聞きたいこといっぱいありましたこっち前田裕二はいいと思います、うん、お願いしますもう何人もだからこの周りは相当、うん、あの PV 数でその 何十万再生って行かないかもしれないけど、うん、1>, 1万再生でも2万再生でもすごい前のめりの若者が見るんでそれはすごい価値があることだと思いますねそれはだけどもちょっとミノオさんをスタートアップにスタートにやってみましょう でそれでねまたちょっとそれで12月ぐらいまで、はい、日本が DX 化するのに、うん、やっぱり人がいろんな意味でいないんだけど日本はもともとプログラミングもソフトウェアも IT も算数数学が強い国なんで、はい、いるんですよだけども、うん、ちゃんと教育課程でそっちに誘導しているわけでもなく就職なさった後もそっちに誘導しているわけでもなくうん、うん、富士通に入ったらひたすら富岳を作るのがエリートみたいなうん、うん、そういう感じで一つのその ERP を作ったらその中で。 うん、そのきれいに作るのがあっていうのでここ変えないとだめっていうことをほとんどの政治家は分かってないんですよ、うんうん、全然分かってないんですよだから20年間たって今から DX なんですね、うん、だって20年前から IT 化しましょうって言ってますよ我々それって韓国とか中国とか行くとすごいじゃないですかあの DX っていうのかわかんないけどまあ、もう街の IT 化から、うん、で なんかそれこそ10年20年前日本の方が全然進んでたのにた一気にまくられたのって。 これなんでだったですか単純に単純に言うとまあそこまでやんなくてもっていう人たちを全部容認してたのをまあ中国の場合は上からグシャンとで韓国の場合はその間いろんなことがあって、うん、もうそこ行くしかないみんなでサムソンみたいになった追い込まれたってこと,です、ね、ということ,とう、はい、結局そうなんですよね<う>中途半端に恵まれてると進化起きないんで逆にだがその通りだ日本が でもなまだ中途半端恵まれてるんですよねでそれ <laughs> だからいい国なんですよなかなかに <laughs> なかなかずっとなかなかにいい国でこの独特な文化独特な日本語がねもうちょっと危機になるかと思いきや意外と心地いいっていうのが続いてる気がするんですよね まあでもここで DX 乗っておかないとで、他、うん、の国が全部そうなった時に、まあ、完全鎖国しないわけだから<や>そうすると全てのシステムは輸入品になってこれは完全に支配された国にしかなんもうそうなるなら全部本当に手紙とか飛脚でやるぐらい振り切んないと、うん、その覚悟もない、ね、<laughs> そですし確かにで <laughs> もう異常なガラポグスの国としてあの観光客持ってくるぐらいの勢いが。ああ それ東大の皆さんちょっと <laughs> でも本当どっちか行かないと超ローカルか超グローバルかの間がないと本当コンテンツにせよあの IT サービスにしてもそうだと思うんですよそこなんですよでも、ね、で日本って大体真ん中なんですよねいやーだからアメリカのスターのシリコンバレーとかのサービスに結構取って代わられるサービスが多いっていうかう、うん、だからねそこは今からでも そっちの江戸時代戻るつもりがないわけだから行かないとダメですよ、ね。だからその運動をするために、三ノ輪さんはじめみんなの力が少しずつ必要で。めちゃめちゃいいじゃないですか。力が必要だとか言って押し切せてしまうとまた重いので。あでも喜びます。やっぱり政治家の人に呼ばれるって僕もそうですけど、はあ、あのその儲かる儲かんないとか利益利益関係なく嬉しいですもん。やっぱりある程度三十後半ぐらいになると。うん なんか自分が培ってきた経験とか人間関係は貢献したいいってピュアに思いますからね、うん、それはねそういうことを思ってくれて嬉しいですよ絶対本当嬉しいに菅さん相当合ってるじゃないですかそれこそ衝動性でしたっけってにもって衝動性、うん、書いてありますけど<う>で僕の友達も相当いろんな「あったあった」って言っててそのスピード感とあと合ってる人のセンスがいいなんかよく えそいつかよみたいな目立ってるけど違うだろうっていうところはあるんですけど菅、うん、さん合ってる人は本当にあの割とそこ外外ししててなないいですんか本当に実行力があって今ちょうど現場の人、うん、要はレジェンドじゃなくて、うん、ちゃんと現場の人にも会ってくれてるんで、うん、なんか相当いいような今までとは違う温度感感じますけどね。 あのその期待で我々も突っ走りたいと思っておりますのでぜひ、うん、じゃあ,あのお友達の前田社長も含めてっとあの次々、こういう形でだから皆さんの,その架け橋としての機能を皆さんが思っているようにずっと大きいですよ、うん、あもう本当、でもめちゃめちゃ大事だと思う、うん、あと、今までどっちかって IT サービスとかも政治とは関係なく成長できるっていうか。 どっっっちかって言ったらロビングするぐらいだったらもうなんかほっといてくれみたいなノリの人たち多かったんですけど確かにそうういいい人もっぱましたですよねただやっぱりアメリカとか中国とかがやっぱ国の力を借りながら政策1個でものすごいあの変わる税制1個でものすごい変わるっていうのを見てきてるんであと首相のアナウンスですよね。でやっっぱり政治って 関係ねえやって放置しとくと、うん、相当に世界に遅れを取るっていう危機感は今ありますねありがとうございますもう本当にね小さなことまで小さな規制で決まってて法律ですらないの,ういうの政令ですらないの告示なんちゃってで作った人もなぜそうしたかももう覚えてないそれでみんなあんまりそれがめんどくさいんで、うん、放ってあってこうなっちゃったっていうのはいっぱいありますここの今怒涛の勢いなんでここが勝負だと思うんですよねその通りです ぜひ、ぜひお前田さん人に僕が仲いい人をバーって、ちょラインナップしてください。ぜひぜひお願いします。まあついでにこの本もかわいそうだからみんな買ってあげてね。ということでありがとうございます。楽しかったです。今日やりましょう。はい。ありがとうございます。あここで DX 時代が始まらなかったら日本ももうダメだ。うん。よろしくお願いします。さあ諦めましょう。ありがとうありがとうございます。